どうもこんにちは、たかしです。今日も元気にいきましょうぜ。はい、はい、今日の動画なんでしょうか。漫画アニメ並び替えクイズ。おお、並び替え、はいはい、ちょっとあるお題を出すので、うん、まあそれをちょっと並び替えてほしいんですけれども、うん、ちょっと何問いけるか分かんない、もう1問でもしかしたら終わるぐらいかもしれないです、うん、どういうこと。ああ、今日の並び替えはジブリ公開順ですね。うわー、なるほど。全部ではないですが、はいはい、今から僕がいくつか送るんで、はい、あ、そうだね、まあ、だから上から昔から古い順に並び替えてくださいと。なるほど、はいはい。で、発表はどうすんのは全部ちょっと言うと思うんで、もしかしたら1問で結構使うかもしれないんで、まあ、2問ぐらいいけるのか分かんないですが、ちょっとやってみましょうか、一回ね、はいはい、なるほどなるほど、分かりました。はいはいはい、行きましょうか。はい、それではまずこちら、はい、2、4、6、8作品、8作品を並び替えてちょうだいなということですね。ちょうだいな、結構あるね。まあこれは確実、上からやってけんでね。そうですね。うわー、かんねー。お二人はこの作品だとどれを見てる、うん、トゥトゥルは見てる、トゥトゥル、トトゥルは見てるよね、トゥトゥルは見てる。なんであのショコタンさんの挨拶みたいな、そんなトゥトゥルトゥトゥルみたいな、そんなこと言うのショコタンさんって、トゥトゥルって感じで言うよね。どう書いとけばいいの、これ番号を振っとけばいい。どっちでもいいですよ。でもまあどうせ書くなら書いていけばって思っちゃったけど、今フリップが与えられてんなら、うん、もうすでに書いてあるね、うん、番号書いていけばいいなと思うんだけど、どうせ全部書くなら順番に書けばいいじゃないかとは思ったけど、どう思う？それについて意見はある。いや、だから番号をだから書けばいいの、うん、番号書けばいいんだけど、まあ1、2、3、4、5、7、8って書いて、うん、上から書く方がまあ分かりやすいよね。分かりやすいね。はい、うん、だから作品を分かれば、ちょっと長いと長いからはしょるね、あの全部、まあ、全然、まあまあ多少は多少、うん、書けよって思ってたわけよね、みんなさんは。うるせえな、書けばいいじゃねえかと思って。サボろうとすな。いや、じゃあホワイトボードさ入んないから、全部、まあ確かにね、意外とちっちゃいからね、はいはい、半分ぐらいは見たことあるんじゃん、はい、俺はそうか、俺どんぐらいあるかな、でも何個か見てないな。まあそうだね、うん、俺1、ラピュタとかもないしね、ここにはね。あ、本当だ、ないわ。そう、全部は入れてないけど、全部発表しちゃおうかな、せっかくやしね。はいはい、はい、まあジブリの前身みたいなやつでも引っ掛けとかはないですから、でジブリの前身なんで、ジブリではございませんとか言わないんで。いえいえって言われない。いや、言われない。こう嫌な嫌なクイズってなるもんね。うわ、ちょっと分かんないな、全然分かんないな。いや、分からん、確かに俺も。こうやって何個当たったって、どうやったらいいんだろうね。丸のやつを普通に数えるよね。まあそれでいいか、順番でいいのか。ビターテンとこ、ビターテンとこ、ビターテンのとこにしようかね。そうそう、ああ、むずいね。じゃあ結構、ね、1位ミスったら2ミスるよ。ああ、やばいやばいやばい、だいぶ。いや、1ミスったら下手したら全ミスよ。全部ぶっ崩れる、全部ミスるよ。ありえるよ。で、今2でとどめたのか分かんないけど。1個ずれたら全部ずれそうだけど。いや、ずれないよ。そこは耐えるよ。ずれないんだ。耐えるんだ。1個だけしかずれないんだ、逆に。なんで。いや、耐えてよ。耐えれないな。ちょっと分からんな、ここらへん。分からんな。分からんな。分からんな。大親友じゃない。そこの方が分からん。高田真じゃない。大親友。あの人のつらいしてください。若旦那さんとかジブリのね、歌とかやってもね、オファー来てもね。合わないだろ。隣のちょっとろ、ちょっとろって合わないでしょ。合わないでしょ。いいじゃん、すごい。合わないだろ。マジで分かんないよ。ちょっと待って、分かんねえな。俺まだそもそも君たちは、あぶね、あぶね、あぶね。危ね、まあ、大丈夫だろうけど、大丈夫だろうけど、危ね、なんか今問題潰ししようとした。危ね、危ね、危ね、審判今大丈夫、今のおこれギリセーフだろ、ペナルティじゃないの、ギリセーフだろ今のは、ギリセーフだろ、危ね、ペナルティじゃないの、危ね、昔なんかね、ジャンプにこれ乗ってたからって言ってね、なんか映画版実写されてるかされてないか、あったあった、でもなんか舞台版の場合もあるじゃんみたいな、なんかごまかそうとしたところが苦しかったですよね、あれ。あったね、なんかあったね、あぶね、聞いておくとちょっと本当に進行妨害って言われるから、マジであぶね。はい、書きました。では K さん、
バーン、バーン。なんで2回言ってるの？バーン、バーン。2枚書いたの？ 2枚書いた？バーン、バーンって言ってるの今ね。なんでな、セルフで2回。そもそもセルフでやんなくていいんだから、このバーンって。確かに。そもそも1回ちょっとね。よし、で、じゃあ行きますよ。古い順からね。はい、ナウシカ、トトロ、耳をすませば、千と千尋、ポニョ、ココリコ、かぐや。これココリコだよね、よく考えた。俺ちょっとすいません、ココリコだって。ココリコさんからやべえ。いやいや、そなんでな、田中さん遠藤さんの話。ココリコさんからですね。間違った間違った。俺ココリコさんからで、ね、ココリコ何何ココリコさん。俺も気づかずココリコって書いてるわ、ちゃんと。で、素直ケイさんに関しては普通にココリコって呼んでたから。ココリコだ。恥ずかしい。これココリコって書いてあったら罰ですからね、あってても。いや、なんでね、なんでだよ。じゃあ帰る、じゃあ帰る、しょうがねえ。じゃあ帰るよ。誰も気づかずにココリコって書いてたわ。これあのちょっとフェイクだね。ココリコ坂、ココリコさんで、かぐや、君たち、この順番。おー、なるほど。うわ、なんかやべえ、結構違うかも。なんかざっくりはケイさんと似てるけど、うん、部分違うな。では高橋さん、うん、はい、バーン。はい、いきます。耳をすませば、うん、隣のトトロ、風の谷のナウシカ、千と千尋の神隠し、ココリコ坂、かぐや姫の物語、崖の上のポニョ、君たちはどう生きるか。うん、もうなんかざっくり、なんか古いのは古い、新しいのは新しいで、Kさんと近いけど、うん、なんか部分違うわ、結構、うん、ね、やばいかな。では自信全然ない、うん、全部の作品言ってくんで。ああ、もうトトロね。うん、だあー、なるほど、ここ書いたんだけじゃなくてね。はい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 、でも、そこ、順番はそうなってるから、まあ、はいはいはい、ペタつけててください。はい、はいはい。では、ジブリ一発目。はい。風の谷のナウシカ。うわ、やばっ。おやった。1984年。じゃあ、お前正解。ナウシカ一番最初なの？前身ですからね、ジブリの。で、これ正解ね。やべ。これ1。だから1の人が正解よ。やったー。やばい。もうやばいじゃん、じゃあ俺。じゃあ俺耳をすませば×？罰だね。もうじゃあ俺2罰確定ってこと、これも。そうだね。自分が言ってたことが起きるかもしんないね。全ズレかもしんないってことね、これ。やばいぞ、これ。おお。で、次。うん、天空の城ラピュタ、これはまあ入ってないね。あ、ラピュタか。ラピュタは今回はないけど、はいはい、2作目なの。はいはい、やばいぞ、ちょっと全然イメージと違う。うん、で次、うん、隣のトトロ。よし。やったー。あ、ケイさんも当たってる。ケイさんも当たってる。よーし、2番目ね。1、2が、うん、2枚いいんでね。トトロでね。ケイさんビタ当てじゃね、これもしかして。よし。で次、ホタルの墓。あ、ここなら俺むしろ一番最初ぐらいだと思ったわ。うん、高畑さんだったよね、宮崎さんですからね、これ高畑さん。そうなんだ。次、うん、魔女の宅急便。おお、入ってないね、ここには。はい、入ってない。次、思い出ポロポロ。おお。次、紅の豚。ああ、意外と結構あったんだね、これ1992年。これでも古いイメージあったけどな。92年かい。でも来るかな。ね、で次、これは映画なのか、映画ではあんまやってないか、どうなんだよくわかんないけど、うん、海が聞こえるという作品があると。テレビで公開された作品、まあこれはね、あれだ、テレビですね、うん、海が聞こえる、海は見ているってこと。何それ。何、カイマユーゾー、それカイマユーゾーじゃないよ。カイマユーゾーだよね。カイマユーゾーじゃないよ。あのカイドウね、カイドウって言ったね、あの Z で、あのゼファーが歌ってる歌ね。ああ、そっちか。海は見ている。海よじゃないの、俺の海よ。カイマユーゾーだよ、それは。それはカイマユーゾー。似てるけど。では次、1994年、平成短期合戦ポンポコ。はいはいはい、この辺全然問題に入ってませんね。はいはい、ミスですね。では知らんよ。普通入れますよね。完全に僕のミスですね。リアルな分析してる。すごいな、やりながら反省していくんだ。もうこういうやつが一番強いんだよな。戦いながら成長していく。1995年、耳をすませば、はい、やったー。やばいでしょ。そうよ、ケイさん今全部合ってるってこと。うん、合ってる。そうだね。やば。次、1997年、はい、もののけ姫。はい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 。入ってないね。もの。で、次、1999年。
何じゃあもう一回やっていいから、はい、もう一回やっていい。モノの。いやいや、次行こう。いやいや、怖いからだから。怖すぎだろ、マジで。僕も漫画ちゃんのジングルにしよっからさ、合間に入れる。モノの。これでね、アイキャッチでアイキャッチ作ろう。グッドボタンよろしくみたいな。モノのって。チャンネル登録。怖いからそれ。意味わかんねえだろ。怖。なんだよそれ。モノの。では次、はい、99年法王法華経唱えの山田くん、あー、聞いたことないですね。2001年、はい、千と千尋の神隠し、よし、危ね危ね危ね、ここ合ってる、 OK、 よっしゃー。いや、ケイさんビタゼじゃねえ、やばくないか。2002年、猫の恩返し、はいはいはい。2004年、はい、ハウルの動く指導、おー、ハウル金村さんね、うん。2006年、ゲド戦記、あー懐かしい、大野監督、ね、はいはい、どんな歌だったっけな、え、なんだっけ、なんだ、こと、心を鬼に捧げよう、それだっけ、心を鬼に捧げようだっけ、そんな歌詞だったっけ、テルーのなんたみたいなやつ、あ、そう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 、そうなんか心を何に例えようのイメージ、俺は鬼に捧げないんだっけ、あれ捧げねえ、これ前もやった気がすんだ、俺これ俺これで覚えちゃってんだ、俺心を鬼に捧げようって、心を鬼に捧げよう、違う、何に例えようね、あれハウルの動き手はどう、何の歌、あれわかんねえ、ハウル有名な歌あったっけ、あ、違うのか、木村さんが主人公だから、バンバンバカンスとかじゃん、嘘だろ、だんだんだん、私でがおらんねん、人類の進化に逆らって、違うだろ、全然違うじゃん、イメージ。2008年、はい、崖の上のポニョ、え、やったー、高橋さん間違ってる、ポニョだって俺最新から2個目だもん、うわ、もう負けやん、大橋のぞみちゃんのちっちゃかったんだから、そうか、うん、うわ、だこの辺俺見てないのよ、なるほどね、もうこの辺全部見てないわ、やばい、見てないよ、じゃあ俺もコクリコとポニョがもうダブル外れだ、だからしかもココイコって書いちゃったもんねそれはいいだろ、それは決してコクにしたよ、うん、あなたのミスよ、だからそれは、うん2010年、うん、仮暮らしのアリエッティ、ちっちゃい子ね、はいはいはい、うん、アリエッティ、はいはいはい、これも見てないな。2011年、はい、コクリコ坂から、おお、マジケイさんビタじゃない、マジかよ、じゃあ俺もう全部違う、この3つ違う、コクリコ、かぐやポイント違う。2013年2つ公開されてます、はい、風立ちぬ、うん、うわ見た、風立ちぬは見た、刺さったこれ、かぐや姫の物語、やったー、おー、やば、うん、マジかよ、ケイさん全問、これ監督2人違うからね、同時同じ年にやられてますね、風たちに良かったよね、良かった、あれも刺さった、ユーミンのね、どういう内容な、いい曲よな、あれ、ね、空に憧れて、あー、それが面白いからですか、いいよ、あれはもう良かったよ、本当に、うーん、鬼にいいね、鬼に憧れて鬼に憧れないよ鬼に憧れない、なんでみんな鬼に捧げたり鬼に憧れたりジブリって鬼がテーマ、全て捧げてるもんね、さっきの人は 鬼大好きやん、宮崎監督鬼のために映画作ってるやん、もう次、はい、2014年、思い出のマーニー、なんだっけそれ、俺それ知らないかも、これ米林監督、うん、マーニーね、あの海の上こうボートで行って、うん、ああなんか海が一応、ね、あの表紙だね、あるよね、あーなんか CM とかで見たな、イギリスの児童文学を原作にしていた、はいはいはい、で次がね俺あんま知らない、レッドタートルある島の物語、これは何、何でやってたんだろうな、知らないわ、映画ではなさそうだけど分かんないね、うん、で次、はい、アーヤと魔女っていう、まあ、ジブリ初の長編 3D CG アニメ、あ、まあ、これもちょっと違うタイプだね、うん、でラスト2023年、はい、君たちはどう生きるか、はい、見てねえんだよな俺まだ、俺も見たいわ、あれもうなってる、配信されてるかな、まだどうだろうね、 DVD にはなってる、ね、あ、なってんだ、
ジブリって配信ってされてるって。やってんの配信ジブリ。あ、ね、そもそも見れない配信されてる。まあ、ありえそうじゃない、うん、見えなそうじゃない、うんうん、ありえるか確かに、うん、はいということで、はい、ケイさん何問正解？全部当たった。やば、ジブリ王じゃん。やば、ジブリ王すぎるって。やば。高橋さんは？俺3です。まあ雑魚、まあ、一つ外せば、うん、そうなるやつではあるから ね確かにそうね。まあ2個同じの角とかやんない限りね。確かに確かにね。まあ、なんでそれやんなかったの？そんな古速って言われて終わるよ。てかやっても勝てないんだから全問正解の人に。やったら1個は絶対外れんだからそれ。絶対ダメよ。うん、強圭さんこの中見てんのは？見てんのはトトロでしょ？うん。千と千尋。千千尋。ああ千千尋。千千尋っていうの？以上。2個？2個じゃないかな。多分見たことあるのこの2つな気がするな。マジか、あとは見たことない。2個で勝ってんの強っ。マジか、まあ、とはいえ俺もそんなに見てないけど、とはいえ強いな、うん、これが本当の強さだね。そうなの、合ってる。強さ履き違えてない、大丈夫。見てないんだぜ。これ全部見たの？これ全部見たの？いや言うて俺もうほとんど見てないけど、トトロ、ナウシカ、千と千尋だけですね。だからだから言うてだから俺もほとんど見てないけど。あんまりでも全問正解の人はもうなんか見てるぐらいの強さだったもん ね、うん、そうだ ね、うん、でも見てないんかいっていう。見てないね。ねえ、わ、これ今配信見てたけどやっぱないね。君たちはどう生きるか。でもそもそもジブリがある。そもそもここやってんの？いや、わかんない。やってるか見てよって言ってんだよ。怖怖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 てんのかな。 DVD だとね。あ、 DVD ってことね。あの配信ではない、うん、やっぱ配信はやってないのか。やってない。なんかなさそうじゃない。ジブリサブスク、ね、作るよ。ジブリサブスク。ダメ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 。ちゃんと違法。本当に正規でやるのは超大変だから。 TikTok とかでさ、いやもう違法中の違法。違法の巣窟っていうチャンネル名。違法の巣窟。ダメダメ、違法なんだから。ダメよ、絶対ダメよ、そんなもんは、うん、そんなもんダメよ。毎日2分ずつ配信みたいな、うん、あもう次お楽しみにみたいなあいつら言うんだから。そんな違法でやっててお楽しみにみたいなこと言うんだから、あいつらバカ。自分でサブスクだから ねえ、バカだよ本当に。あれ本当にもう、はい。君たちはどう生きるかちょっとみんなで見てさ感想言い合う。見たいね。いやそれでも結構ガチなんでしょ。今更だけど。でもなんかネタバレダメみたいなだったよね。あれまだ俺だから踏んでないか、マジでネタバレ。いや俺も踏んでない、全く踏んでないの。当時言われてたよね。言われたね。 CM でも何もネタバレせずやってんでしょ。だってこれマジで、だって急に始まったじゃん、ジブリにしては。ねえ、鈴木敏夫さんもそんなこと言ってたもん。鈴木さん敏夫さんのラジオ聞くのがすごい好きだったの、うん、大学生の時。ジブリあんま見てないのに。なんでそこだけなんかいいの、落ち着くの声が。本当その監督の声のファンなの。そう、宮様ねって、宮崎駿の宮様ねっていう。お、変わった人なんですよって言う。そこが好きなの。高畑様ねうん、高畑さんって呼んでたか。宮様ねっていうのが好き。そこが好きなんだ。ちょっと一個で終わっちゃった。ね、一問で終わっちゃったね。まあまあまたやろう。次は何があったの？ちなみにディズニー。わあ、やりたいわそれも。逆に取っちゃおうか、はいはい、もう一本今日取っちゃおうかね、せっかくだから早く出る可能性あります、はいはい、今の、はいはい、この危機的漫画チャンネルは。ストックが一生止まらない。危機的だね、一生止まらない。もう地獄崩れたね。崩れたね。一回崩れても崩れるからね。先にワンをあげるって覚えとかなきゃ。こっちをね、はい、先こっちあげよう、はいはい、いや覚えとかなきゃって言われても知らんよ。ワンって書いといて、赤圭さん、ワンって書いといて。ワン。そのシーズンみたいな作り方してるけど。ちょっとディズニーも撮っちゃおうか。はい、いいよ、撮ろうよ。はい、じゃあまたちょっとすぐあげまーす。はーい、次も見てください。はーい、ちょっと今日またね。次も見てね。僕たちお願いします、海賊団と申します。